10代目ソウニャントレインの運行が始まりました。相模鉄道は、今日27日、1万1000系による、10代目ソウニャントレインの運行を開始しました。ソウニャントレインは、沿線外の利用者には、ソウニャンをきっかけに、相鉄線を知り、実際に来ていただくことを目的に、沿線の利用者には、毎日の通勤、通学などで利用する際に、癒しの気持ちや、明るい気持ちになっていただくことを目的に運行しているラッピング電車です。2014年以降、毎年ラッピングを変えて運行しており、今年で、運行開始から10年を迎えました。そして、今日27日からは、10代目ソウニャントレインの運行が始まりました。節目となる10代目は、歴代のラッピングデザインを施し、全10両のうち、1号車には初代、2号車には2代目と、9号車まで、順に、当時のソウニャントレインがデザインされています。10号車は、10周年を記念したデザインとし、ソウニャンの楽しそうな表情や嬉しそうな様子などがデザインされました。このほか、車両の前面や側面などにも、10年目を記念したデザインが施されています。今日27日から、来年3月下旬頃まで、相鉄新横浜線を除く相鉄線全線で運転される予定です。これで、3月27日のKABニュースを終わります。